こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサです。前回投稿したトランスジャパンアルプスレースを紹介する動画は多くの方々にご視聴いただき、投稿から17日後には10万回を超える再生回数となったぜ。この動画でトランスジャパンアルプスレースを初めて知って、レース中選手を応援していた方もおられたようだ。ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。もしトランスジャパンアルプスレースをご存じない方は、レース開催前に投稿したこの前編動画をご覧いただければ幸いです。この超過酷な山岳レースのルールや歴史を解説しております。そして2022年のトランスジャパンアルプスレースは、土井さんがにわかには信じがたいスピードで独走されて、大会新記録で優勝された。土井さんの記録には本当に驚いたわ。しかしトランスジャパンアルプスレースは、土井さんだけの大会ではないんだ。自身の限界を追い求めて日本アルプスを踏破した、30名の選手に30通りのドラマがあったんだ。この動画では選手たちが限界に挑んだ、熱い8日間のトランスジャパンアルプスレースを振り返ってみたいと思うぜ。ただうぴ主は普通の登山愛好家で、独自でこのレースを取材することはできません。この動画は大会実行委員会からの公式発表をまとめただけになっております。また動画中で選手の写真を掲載することはできませんが、トランスジャパンアルプスレースのスタッフインスタグラムには、レース中の選手の方々の写真がたくさん掲載されています。レース中の様子が気になる視聴者の方は、公式インスタを見ていただきたいと思います。時は2022年8月7日午前0時、場所は富山県早月川河口付近。厳しい選考会を勝ち抜いた30人の猛者たちが、ヘッドランプをつけて一斉にスタートを切った。ゴールは北中央南アルプスを越えた、415km 先の静岡県大浜海岸だ。一体何人の選手が、この厳しいコースを走り抜き、制限時間である8日以内に完走できるのだろうか。早月川河口を出発した選手たちは、まずは剣岳の登山口である番場島を目指して、29km 車道を走ることになる。大方の予想通り、先頭を走るのは優勝候補筆頭である、土井選手だった。土井さんはトップで番場島に到着。剣岳を目指して早月尾根を登り出す。その後も続々と選手たちは番場島に到着、5時頃に最後尾の川田選手も到着した。5時38分、土井選手は番場島からたったの3時間で剣岳山頂に到達された。すでに2位以下の選手を大きく引き離し、独走態勢となったぜ。土井さんはたったの5時間半で富山湾から剣岳に登頂されたの？ありえないスピードだわ。剣岳を通過した選手たちは、カニの横ばいという鎖場を下り、立山三山を縦走する。北アルプス屈指の人気エリアである立山周辺では、選手たちは多くの登山者からの声援を受けていた。公式インスタグラムにアップされた動画では、望月さんはさながらアイドルのように多くの登山者に囲まれて、応援を受けて一の腰山荘を出発する様子がアップされていたぜ。望月さんに静岡の熊なんてハッシュタグがついているわ。昼頃に眠気が取れず苦戦中の川田選手が最後尾で剣岳を通過。ただそれでも一般登山者より、はるかに速いペースだ。レース初日である7日夜間になっても、多くの選手が北アルプスの縦走を続けていた。なんとトップの土井選手は8日午前3時42分に上高地チェックポイントに到着。テント場がいっぱいでテルトを張ることができず、不眠で走り続けたようだぜ。富山湾から北アルプスを走り続けて、27時間42分で上高地に到着したの？もう驚愕を超越して、何の言葉も見つからないわ。規格外の土井さんは例外で、多くの選手が薬師峠や巣ごのっこしなどで数時間の仮眠を取られたようだ。8か10時頃から2位以下の選手たちが次々に上高地を通過。土井さんの通過タイムを知った選手たちは、その速すぎるペースにドン引きされていた。スタートから48時間経過し、日付が変わった9日0時時点で、トップの土井選手はすでに中央アルプス宇津木岳付近を縦走中だった。2位の木村選手は木曽駒ヶ岳の上りに差し掛かっていた。中央アルプスに到達しているのはこの2選手だけで、他の選手は中央アルプス登山口に向けてのロードを走っているか、まだ北アルプスの山中を縦走中だった。9日朝5時頃、最年長の62歳で参加されていた、竹内選手がすごろく小屋でリタイアされた。もし竹内さんが完走できていれば、ご自身の持つ最年長完走記録の更新となるはずだった。上高地を9日午前8時までに出発できない選手は、タイムアウトで失格となってしまうんだ。竹内さんはもう制限時間に間に合わないと判断されたようだ。
最年長の竹内さんはリタイアされてしまったのね。残念だわ。竹内さんのリタイアにより最後尾となった河田さんは、制限時刻のわずか2分前に上高地関門を通過。住んでのところでタイムアウトを免れたんだ。この日、トップを爆走する土井選手は、駒ヶ根でわずかな仮眠を取られた後、早くも午前中には一ノ瀬チェックポイントを通過されていた。一ノ瀬は選手が事前に宅配便で送付しておいた荷物を受け取り、また不要品を返送することが認められた、唯一の場所だ。選手はここで南アルプスに向けて物資を補給することになるんだ。夜8時頃、西田選手が筆形装備であるレインウェアを紛失され、中央アルプス宝剣山荘でリタイアとなってしまった。厳しいわね。駒ヶ根市に下山したら、レインウェアくらいは買えると思うわ。筆形装備がない状態でのレース継続は、一切認められていないということだろう。西田さんはさぞかし悔しかったと思うぜ。大会4日目となる10日、選手たちは続々と一ノ瀬チェックポイントを通過された。安田選手は午後2時10分に一ノ瀬チェックポイントを出発されていたのだが、なんと4時20分に戻ってこられた。安田さんは2時間もかけて戻ってこられたの？大きなタイムロスだわ。一体どうしたのかしら？安田さんはスマホの充電ケーブルを、誤って不要品返送用荷物に入れてしまったんだ。ルール上、携帯電話及びスマートフォンは必須装備となっており、ゴール時まで通話可能な電池残量が残っていることが求められているんだ。レース中にスマホをモバイルバッテリーから充電するために、ケーブルは必要だわ。だから安田さんは時間をかけてでも取りに戻ったのね。しかし一度閉じてしまった返送用荷物は二度と開梱できないルールになっているんだ。安田さんは必要な時以外はスマホの電源を切って、バッテリーを節約することになった。またこの日、駒ヶ根高原の駒草の湯で入浴されて、リフレッシュされた選手もいたようだ。レース中にお風呂に入る競技なんて、トランスジャパンアルプスレース以外にはないと思うわ。夕方、坪井選手が中央アルプスから下山中に転倒し、その衝撃でヘルメットが割れてしまう。坪井さんはこの転倒による左肩打撲と足の筋疲労のため、駒ヶ根でリタイアすることになってしまった。そしてこの日も土井選手は他の選手を大きく引き離してトップを独走。夜9時頃には最後の大きなピークとなる南アルプスの聖岳付近に到達されていた。土井さんはたったの4日で北中央南アルプスを全て縦走されたってこと？信じられないわ。ありえないわ。そうだな、土井さんは誰も見ていないところでは、カモシカに姿を変えて山中を駆け抜けているのではないかと、そんな空想をしてしまうレベルだ。翌日の11日、南アルプスから下山し、旗薙第1ダムから大浜海岸までのロードに入っても、土井選手のペースが落ちることはなかったんだ。そして夕方、土井選手はトップで大浜海岸にゴールされた。タイムは4日17時間33分で、これは望月さんが2016年に打ち立てた4日23時間52分の大会記録を大幅に更新するものだった。大会前の動画でも紹介したように、2020年からのルール改定で山小屋での食料補給が禁止されて、レースの難易度が大幅に上がっているんだ。それにもかかわらず、2016年の望月さんの大会記録を6時間以上も更新するというのは、もう土井さんが異次元すぎて、この凄さを形容する言葉が見つからない。土井さんはレース直後のインスタライブで、達成感は当然あるんですけど、限界を知れたかと言われたら、もうちょっと限界は先にあるんじゃないかと。と語っておられた。え、こんなすごい記録を残されたのに、土井さんにとってはこれが限界ではないということなの？本当に規格外だわこの方は。こうして2022年のトランスジャパンアルプスレースは土井さんが優勝されたが、これでレースが終わったわけではなかったんだ。そうだわ。まだ2位以下の選手たちが、大浜海岸を目指して頑張っておられるわ。土井さんがゴールされた時点で、2位以下の選手は、まだ南アルプスから下山されていない状態だった。そして台風8号が東海地方に向かって進んでいた。え、台風が接近していたの？南アルプスを縦走されている選手たちは大丈夫かしら？この台風8号による悪天候は、精魂を使い果たし、気力だけでレースを続ける選手たちを大いに苦しめることになるんだ。11日夜から12日にかけて、台風の影響により南アルプス周辺では激しい風雨となった。11日の夜は雨によるフェルトの浸水や寒さのために、仮眠を取ることができなかった選手もおられたようだ。このレース終盤で仮眠を取って体力を回復させることができないのは辛いわね。12日の TJR スタッフのインスタを見ると、悪天候の中でレースを続ける選手の写真ばかりだ。12
12日の午前には最後尾ながらも頑張っておられた川田選手が、ついにリタイアされる。このままでは山腹峠の制限時間である17時に間に合わないと判断されたんだ。さらに夕方には山腹峠を17時までに通過できなかった、松本選手と稲垣選手がタイムアウトとなり、レースから離脱することになってしまったんだ。一方で大浜海岸では14時7分に木村選手が2位でゴールされる。土井さんの記録に注目が集まりがちだが、2020年からのルール変更を考えると木村さんのタイムも素晴らしい記録だ。夕方になり3位の石尾選手、4位の望月選手もゴールされた。望月さんはレース終盤で追い上げられて、過去4回優勝されている貫禄を見せてくれた。翌日の13日になると、台風8号による風雨はさらに激しさを増していき、南アルプスを含む静岡県全域に大雨警報が発令された。新幹線のダイヤは大幅に乱れ、東名新東名高速道路が通行止めになるような大雨だった。大変だわ、3000メートル級の山が続く南アルプスでは大荒れの天気だわ。体力を使い果たした選手たちが心配だわ。このままレースを続けて良いのかしら。実はウピ主もすでに上位の選手はゴールされておられるし、ここでレース中断を予想していた。しかし実行委員会はレース続行の決断を下された。この決断にはスタッフの方々の葛藤もあったと思うぜ。台風による大荒れの天気の中、気力だけで南アルプスを縦走する選手たちは疲労困憊で満身創痍だった。足は豆ばかりとなり痛みに耐えながら進んでいた。睡眠不足による眠気とも戦っていた。多くの選手に幻覚や幻聴の症状が出ていた。もう土井さんの優勝が決定しているわ。レース中の選手たちも自分の優勝がないことが分かっているはずなのに、なぜこんな苦行のようなレースを続けるのかしら。応援している人がいるから、自身の限界を知りたいから、何としても完走したいから、選手によってレースを続ける理由は異なるかもしれないが、選手たちは皆わずかな気力を振り絞って、大浜海岸を目指して一歩でも前に進もうとされていたんだ。しかし13日の朝8時頃に三上選手が荒川岳付近、久保選手と野田選手が荒川小屋で悪天候と地震の状況を考慮し、レース続行を断念してリタイアされてしまった。野田さんはご両親からレースをやめるように説得され、奥様からも心配する連絡が荒川小屋にあったようだ。公式インスタの情報では、この時荒川小屋には江島選手もおられたようだ。62歳の竹内さんがリタイアされたことで、59歳の江島さんがレース続行中の選手の中では最年長だった。しかし江島さんは久保さんと野田さんがリタイアされる中、レースを続行することを決断されたんだ。一方で大雨の中で南アルプスから下山し、旗薙第一ダムから大浜海岸のロードを走り終えた選手たちが続々とゴールされ、この日は計8名の選手が完走された。安田選手はこの日の夕方に大浜海岸に到達された。しかし安田さんは必携装備であるスマートフォンを大雨で濡らして、故障させてしまっていたんだ。安田さんはゴールする寸前、実行委員にこのことを自己報告されるんだ。安田さんは一ノ瀬チェックポイントでも、スマホの充電ケーブルを忘れて2時間かけて戻ってこられたわ。安田さんはどうなるの？せっかく大浜海岸に到達されたのに、失格になってしまうのかしら？安田選手は一時は失格を受け入れて、大浜海岸に到達したという事実のみで、レースを終えようとされていた。安田さんをゴールさせてあげたいわ。なんとかならないのかしら？しかし実行委員や周囲の観客たちに励まされた安田さんは、もう一度静岡市街に戻って携帯ショップを探すんだ。安田さんの GPS 履歴を見ると、静岡の街をさまよう様子が記録されている。そして3時間半後、スマホを買うことができた安田さんは無事にゴールし完走できたんだ。安田さんがゴールできて本当に良かったわ。でも TJAR の選手が突然現れた携帯ショップの店員さんは、びっくりされたと思うわ。しかし同じ頃、南アルプスで最後尾を進んでおられた江島選手がコース保持不可能、転倒多数、判断能力低下、低体温症によりレース続行は不可能と判断され、失格となってしまった。伊島さんは久保さんと野田さんが荒川小屋でリタイアされた時、一人レースを続行された方よね。本当に限界ギリギリでレースを続けておられたんだと思うわ。翌日の大会最終日となる8月14日、台風の過ぎ去った静岡県は晴天となった。しかしまだ6名の選手が大浜海岸を目指してレースを続けていた。そして午後21時24分、最後尾の吉川選手がゴールされた。これにより2022年のトランスジャパンアルプスレースは閉幕となったんだ。
土井さんが異次元とも言える、素晴らしい大会新記録で優勝された歴史的な大会となったと言えるだろう。今後は NHKBS プレミアムの番組や、公式報告書などにより、もっと詳しいレースの様子が明らかになってくると思うぜ。楽しみだわ。私は土井さんのあの超人的なスピードの秘密を知りたいわ。そうだな、あと完走者のお話はインスタライブで公開されているが、途中でリタイアされてしまった方のお話も聞いてみたいと思うぜ。これで2022年トランスジャパンアルプスレースを紹介する動画を終了します。素晴らしい大会だったわ。日本中の登山、トレイルランニング愛好家に感動を与えてくれた選手の方々の健闘を称えたいと思うわ。最後になりましたが、事故もなく感動的な大会を運営いただき、インスタや GPS により選手の状況をリアルタイムで発信いただいた大会運営スタッフの方々に心より御礼申し上げます。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。